最近ですね、寒い日が続いていると思いますが、今回は私が所有している冬物の上着の中でも、パファージャケットとか呼ばれるような、中にこうふわふわっとしたものが入ったジャケットがだんだん増えてきましたので、それを紹介しながらですね、このあたりがおすすめなんじゃないかな、みたいなのを簡単にお話しできればというふうに思っています。ということで、左から順番にですね、暖かくなっていくみたいな感じで並べてみましたので、順番に紹介していきたいと思いますが、今回の動画なんですけど、なんか見バレしたくないってことで映像なんですけど、おそらく白黒で流しているかと思います。ところあたりだけご了承いただければというふうに思います。というわけでまず一つ目がですね、こちらですね。こちらがギャップのジャケットになりますね。こちらが素材がですね、100% ナイロンで、詰め物も 100% ポリエステルということで、ダウンが入っていないタイプのものになります。この中にあるものでも、値段感としても一番安いものになってくるはずです。おそらくこれは、そうですね、4000円から5000円ぐらいの間で買ったんじゃないかと思います。このジャケットは、真冬に着るにはちょっと寒くて、その代わり何がいいかというと、こうやって畳んで、リュックの中に忍ばせておくことができますので、今日もしかしたら夜寒くなるかもしれないなっていう時に、カバンの中に入れて、携帯しておけるような良さっていうものがあります。続いてはこちら。ダウンベストになるんですけれども、イタリアのブランド、アスペジのダウンベストになります。表生地が 100% ウールでできていて、裏生地はナイロン 100%、そして詰め物はダウン 60% のフェザー 40% となっております。これですね、ヤフーオークションで1980円で購入したものなんですけれども、非常に暖かくて、かなり良い買い物になったなと思っています。で、内側にもこんな差し色のような青色のジッパー、で、内ポケットがついていたりですとか、こちらにもポケットがついていたりと、非常に細かい部分がよく作り込まれている、この外側のポケットのジップなんかも、この造形までよく作り込まれているような、そしてこのジップもダブルジッパーになってますね。非常によく作り込まれた、イタリアブランドらしいアイテムとなっております。非常に重宝しています。続いてはこちらですね。こちらもダウンジャケットになるんでしょうか。フード付きのパーカー型のジャケットになりまして、こちらはですね、外側が 100% ポリアミドナイロンでできており、詰め物は 80% がダウン、20% がダックフェザーとなっております。このジャケットもですね、私はかれこれ10年ぐらい着てまして、やっぱりフード付きのダウンっていうのは寒い時にフードも被れたら耳や頭も暖かいですし、で、これはですね、他の結構 S サイズとか XS サイズだったりするんですけど、これ M サイズを買ったことによって結構ガバッと着れるので、何の上からでも羽織れる感じの、その汎用性の高さっていうのが最も優れている感じで、これはちょっと海外で購入したもので、その当時の購入価格が50ユーロとか40ユーロとか多分それぐらいだったと思うので、日本円で6、7000円ぐらいだったかな。まあセール品ですね。だんだんくたびれてきたので、まあこれから紹介していくのは新しいものをちょっと最近買ったみたいになっていってます。ちなみにブランドは JCT&CO カンパニーというブランドになりますね。ちょっと私はこれ知らないですね。割とこう、庶民向けのデパートのセール品コーナーで買ったものになるわけですけども、まあかなり使い勝手の良くがよく、ずっと活躍してくれているという感じですね。で、続いてはですね、これ一番最近買ったもののうちの一つになるんですけれども、イタリアのブランド、デッカーというブランドのジャケットになります。まあ、こんな感じでですね、ここに腕の部分にこういうブランドのタグがついていたり、まあ、これスナップボタンでも閉じられるようになってるし、ジップでも閉じられるようになってて、そのジップもダブルジップになっていると。いうのに加えて、なんかここにこういう文字付きのですね、なんかこうストラップがついていたりですとか、まあ裏地もですね、まあこう迷彩柄があしらっていたかと思えば、このあたりもこういうオレンジ色のメッシュで作られた内ポケットであったり、ただのダウンジャケットではなく非常にディテールが作り込まれたもの、引っ掛けるところもわざと白いの出てきていたりですね、まあこれも非常にイタリアンブランドらしい作り込みがなされたジャケットとなっております。生地は 50% コットン、50% ポリエステルの生地となっております。コットンが入っているのはこの手の上着では珍しいかもしれないですね。で、裏地なんですけれども、詰め物はですね、100% ポリエステルの中綿ということでダウンは入っていないんですね。まあ、ある意味今風と言えるかもしれないですね。まあ、こういった ディテールもこうミリタリー調にまとめてあるようなアイテムとなっていて、で、先ほどに紹介したこの黒のパーカータイプのものがまあ10年超えてきて、まあ、そろそろ一つ新しいのが欲しいと。で、まあ、その新しいやつっていうのは、外に人様と会うのにも着れる上着として、まあ、なんかいいような、まあ、黒っぽくて、まあ、それであまりカジュアルすぎないというか、なんか硬い感じの、なんかおじさんっぽい感じのというとあれなんですけど、まあ、そういうデザインをまあ、あえて求めたっていうところがありますね。で、首のところは、フードが取り出せるようになっています。丈が、まあ、そこまで長くないので、まあ、割と本当に男性的なデザインという感じが、伝わってくる内容となってますね。お値段は1万1000円でしたね。オンラインサイトユークスかなで購入したものになります。はい、続きましてはこちらになりますね。この丈の長い
ロングダウンコートになります。ブランドは先ほどダウンベストで紹介したスペシのダウンジャケット S サイズになりますね。こちらも購入場所はオンラインウェブサイトユークスで、購入価格はなんと5万円ぐらいだったかと思います。この中でダントツに一番高い買い物をしました。この辺ヤフオクで買ったりとかギャップで買ったりとか、10年前に買ったダウン、まあ、一番最後のも15年ぐらい前に買ったものになるんですけど、これから説明しますけど、っていう中でちょっと新しいやつが欲しいと。その新しいやつっていうのはカジュアル路線みたいなのではなくて、都会的なデザインが良くて仕事でも着れるようなぐらいのものが欲しくて、まあ、それでいて真冬でも着れるような暖かさがあるのがいいよねって言ってずっと探してて、まあ、やっと見つけたっていうのがこちらでして、まあ、ちょっと奮発して買ったみたいな感じです。でちょっと奮発して買ったということで、なかなか大事に大事に着てるもので、まだ2回ぐらいしか着てないっていうものになるんですけど、でこのアスペジのダウンっていうのはやっぱりこのダウンベストの時も思ったんですけど、非常に暖かいです。でそして着た時の感じっていうのは非常に雰囲気が柔らかくて、非常にこうイタリアのクオリティっていうのを感じさせるアイテムとなってます。買って損をしたという気持ちは全然ないですね。外側の生地は 86% がポリアミド、 14% がポリウレタンとなっています。そして詰め物がダウンが 80%、 20% がフェザーという表記になっています。丈も長いので、はい、足の方まであったかくて、でフードもしっかりとこの詰め物が入っているんですね。でこうパーカータイプというよりは、襟をこう上まで上げるとスタンドカラータイプになっていて、フードは取り外しもできるので、自分の好きなスタイルに合わせて着方を選べるといった感じになっています。おすすめです。今回の動画は、まあ、アスペジをおすすめするための動画に近いですね。アスペジというブランドのダウンは、モンクレとかデュベティカとかに比べると、もしかしたら若干知名度は下がるところもあるかもしれないんですけれども、まあ、イタリアじゃ超有名なブランドでして、なんですけど、その知名度のおかげで、ヤフオクとかエルカリとかでも、結構程度のいい中古品だったりっていうのも1万円切ってて売ってたりもしますし、実際こうやって新品も、まあ、5万円っていう意味では、そのモンクレとかデュベティカみたいなものと比べればまだお安く手に入って、それでいてクオリティとかデザインとか温かさっていうのは全く遜色ありませんので、個人的には非常にアスペジというブランドはおすすめかなというふうに思います。先ほどのねデッカーというブランドはもうちょっと男臭くて硬い感じに近い、ミリタリー系に近いっていう感じから比べると、こっちのアスペジのブランドっていうのはもうちょっと柔らかくてふわっとした、なんかこう男臭いっていうよりも、なんかこうもうちょっとエレガントな感じを演出できるようなデザインになっているんじゃないかなというふうに思います。はい、そして最後になるんですけど、最後のイタリアンブランドのダウンジャケットになりますね。私今40近いんですけど、20代前半の時にやっぱりヤフオクで買ったダウンジャケットになりますね。ナカピリというイタリアンブランド、イタリアンアウトドアブランドのダウンジャケットになります。こちらはこんな感じで取り外し可能なフードがついていて、でこのファーは確か狐の毛だったじゃないかなと思います。で色はこんな感じのカーキ色のデザインでですね、やっぱり私もこれ15年以上着てるもんですから、まあ、次買うダウンは絶対カーキじゃない色がいいって思って、まあこんな並びになってきたっていう感じがあるんですけど、まあ、素材としてはですね、外側がナイロン 100%、 詰め物がダウン 80% でフェザーが 20% となっています。で先ほど狐って言いましたけど、アライグマと書いてありました、このファーの部分ですね、という感じになっていて、こちらもですね内側にこう内ポケットがあったり、でポケットもここにあって、で、この下のところにもあって、で、着るところもですね、なんかこう、裏地からこう、リブが隠れているように、こんな風になってまして、ということで、イタリアンブランドっていうのは、ディテール、作り込みっていうのがよくできてますよね。イタリアのブランド買っとけば、安物を着てるっていう感じっていうのがしないっていうだけでも、なんかやっぱいいなって思いますね。なんかこう、買った人に損をさせない力強さっていうのが感じさせてくれますね。で、これは、ヤフーオークションで確か1万5000円くらいですね。確かこれぐらい、1万2000円とか1万5000円くらいで買ったものになります。はい。で、こんな感じの暖かい順に並べてみたっていう感じなんですけど、特にこの一番右2つは、まあ、なんか厚手かなという感じで、この真ん中2つは、特にこの紺のパーカータイプなんかは、まあ、ダウン入ってるんだけども、やや薄めかなと、まあ、秋ぐらいから着れるかなぐらいの感じですかね。で、一方、このデッカーのダウンなんか、ダウン自体は入ってないんだけど、なんか結構暖かいです。で、このダウンベストなんかも、これを羽織っとけば、なんか間違いないなみたいなところがあったりします。で、このギャップのやつは、携帯性が非常に優れていて、かなりいいという感じで、なんかこんな風に喋ってると、私が持ってるもの全て、優れているみたいな感じで、なんか自慢みたいになっちゃってるんですけど、まあそんな感じでですね、何か今回ですね、例えばデッカーのダウンを調べてたらこの動画にたどり着いたとかですね、アスペジのダウンを調べてたらとか、ナカピリのダウンを調べてたらこの動画にたどり着いたみたいなことがですね、もしかしたらあるかもしれないんですけど、よかったら何かの参考にしていただけたらなというふうに思います。私のおすすめは、やっぱアスペジですね、アスペジ高いですけど、ただ高すぎないんで、なんかすごくいいものが欲しいんだけど、そんなに値段出せすぎないっていう方には結構いけるんじゃないかなという感じが出ますね。はい。あとだから、私はそれで購入したウェブサイト、ユークスっていう、YOOX ですね、ユークスっていうサイトも結構、イタリア製の洋服にたくさん売ってますんで、おすすめです。はい、いかがでしたでしょうか。よかったら何かの参考にしてみてください。というわけで今回の動画は以上になります。最後までご視聴いただきましてありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。